あ、そうなんだ。マジ人を見てボーカルなりたいなと思って。音程感がやっぱすごくて。なるほど。あの太さってマジで出ない。出ないですね。この番組は。シャー！マントさん！シャー！大阪！来たぞ！イン大阪でございます。西成！西成！デビルのケースケさん！イエーイ！よろしくねー！そして、チキルカノリッチョ！イエーイ！ハイスキルコーチのデスメさん、おめでとうございます。今日もよろしくお願いしますと。お願いします。ということで、やばくないっすかこれ、この絵。やばいですね。やばいね。ついに来ましたね。DDJ でね。あ、そうだよ。なんで鏡いないの。M だから、しかも魔法。そうだ、あ、そう。DMJ ね。DMJ。来年からそれにしましょう。そうだね。もうそれにしよう。そういうことにしましょう。そうです、そうです、そうです。鏡な、おらんからな、ほんまに。ほんまに。今日も二日酔い、鏡は。いや、二日酔いですよ。二日酔いですか。で、ケイちゃん、今日なんか顔色悪くない。確かに。まあ、俺も二日酔いです。そうです。だいぶブロッキーでね。さあ、さあ、さあ、お送りしましょうということですね。ということで、今日はこの、せっかく三人揃ったんで、ちょっと対談でもしようかなと。対談とかじゃないけど。なんだ、恋バナか。誰だよ。いや、せっかくボーカリストが三人揃ったんで、ちょっとここは、このプロ3人が影響を受けたボーカリストっていうことを語っていくのもっとあります。やったぜ。まあそれぞれいるじゃないですか。まあそうですね。そうそうそう、いると思うので。で、各社なんか3社3様じゃないですか、ボーカルのスタイルも。そうですね。そうですよね。だからちょっと一体どんな人から影響を受けたんだと、で、どんな人がすごいのかと、はいはい、いうところを語っていきたいなと思うので、ぜひですね、ボーカリストを目指されてる方とかの参考にもなると思うので、ぜひ最後まで見ていただけると嬉しいですと。このチャンネルでは、ボイトレ関係のお話とか、エイム発声関係とか、あと、まあ、リアクション動画とかね、日々アップロードしておりますので、まだチャンネル登録がお済みでない方は、この機会にぜひよろしくお願いします。ということで、じゃあ本編いっちゃいましょう。早速ね、影響を受けたボーカリスト、まあ、いますよね、皆さん。もちろん。それはね、一応ね。そう。もう一応じゃねえな。います。いますよね。います。じゃあ、ちょっとね、じゃあ、誰から行こうかな。じゃあ、せっかくなんで、二日酔いのケイスケさんから。確かに。気になりますよ。うん。知ってます皆さん、この人。もう、グロい声しか出さない。そうね、気持ち悪い声しか出せない。モテない声ね。そう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 。モテる音ではないですよね。モテる音ではないはずです。おい。やばい、怒られた。そうそうそう。さっきやりました。モテない授業でやりました。ね、ディスられたんで。アルカンシェルのボーカルのハイドさん。ええ。あ、そうなの。マジ人を見てボーカルなりたいなと思って。きっかけじゃないですか、もはや。そうですね。そうなんですね。なんかライブ映像、音源。音源から入って、そう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 。一番最初に入ったのはどの曲なんですか？あ、アルバムでもいいけど。言っちゃうと、世代がちょっとバレちゃう。あ、確かに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 ね。そうですよね。デューンかな。あ、なるほどね。めっちゃ初めて言ったんだけど、嘘なんだけど。嘘なんだけど。ほんまにレディステディゴ。あ、まあでも、まあわかる。鋼の錬金です。いや、確かに。いや、そうですよね。いや、僕もそこからね、入りましたもん。まあまあ、世代はそうですよね。そうか。え、でも全然今は音楽性的には反映されてないと思うんですけど、全然まあ違うことやってますね。そうですよね。何があってこんなことになったのかって。ハイドさんのどこにその当時魅力をその引きつけられたというか。そうですね。眉毛がね、綺麗で、眉毛の形が綺麗で、それも大事っす。そうですね。あの人音域すごいっすよね。すごい。なんか広いですね。一生伸びません？なんか。そう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 。低いのもなんか、のぶとい声だし。そうなんですよね。もうファルセットも綺麗だし。綺麗。めちゃくちゃわかります。なんか本当に僕別の動画でこれ言ったんですけど、マジで何でもできますよね。全知全能というか。グロールとかも多分できちゃうな。いや、できちゃうんじゃないですか。最近ね、そっちですからね。あ、ちょっとがなってますもんね。がなってるし。ずっとシャウトしてるんじゃないですか。確かに。で、あの人 2days とか 3days とかやるんですよね。強いのかな、やっぱり。強いのもまああると思うんですけど、
うまいんでしょうね。うまいんですよね。うまいんだと思います。うまいんだと思います。圧倒的にね。あとカリスマ性がすごいですね。確かにね。佇まいが、うん、いるだけでもいるだけでかっこいいっつって。そうっすよね。すべてが完璧ですよね。いや本当にそう。何物も与えられてる。それは間違いない。素晴らしい。そうだよね。なんか今デビルーフっていうバンドをやられてるんですけど、ケイスケさんは。デビルーフの中でそのハイドさんの面影というか、ケイスケさんがそのちょっとこう流れ組んじゃってるなみたいな、うん、自分で感じるところってあります？それは曲。あ、曲でもいいですし、歌い方とかそのパフォーマンス、ステージングとかでもいいし。あ、ちょっとね、はい、影響受けてる、で言うと、めっちゃ気になります。結構あの人お茶目。お茶目ですね。お茶目ですよね。お茶目ですね。お茶目な印象はあって、そうですね。そういうの結構影響を受けてますね。多分ね。そこ、うん、そこなんだ。そこをね、うん、確かに。そうなんかプチ冗談みたいなの結構。そうおっしゃいますよね。そうそう。ああいうのはありなんだとか、まあ、あれがあってこそなんかね。そういうこと。確かに、あのライブ中確かに MC とかで、ね、ちょけたりするんで、ね、ちょけたりしますよね。好きなんでね、そういうのがね、うん、しかもめちゃくちゃちょけるんじゃなくて、ちょっとこうちょい小ボケみたいな。そうですよね。いやなんか見てて思うんですけど、うん、ステージング結構影響受けてるって思いますけど、ね、あ、マジで。あ、そのうち、まあ、確かになんか海外の映像を見た時に思った。俺肘の角度とか、肘の角度めっちゃハイドさんですよ。肘のあーと、なんかこの乗り出し方、そう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 、はい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 、わかる、うん、めちゃくちゃわかる。いやって思う、見てる側からは思う、そうだね、確かに。そうだよね、うん、そこまで意識したことなかったけど、ね、影響受けてるんでしょうね、うん、出ちゃったね、やっぱ好きがゆえに、やっぱ好きなんですか。好きですよ。好きな人やっぱ出ちゃうよね。ね、うん、クリーンもね、ちょっとね、あー確かにね、寄せてる節はある正直な、いやそういう話で言うと、そうだよな。でリッチョね、ケイスケさんの国好きっていつも、めちゃくちゃ好き、俺も好きなんだけど、うん、で毎回歌ってくれ、いやわかる歌ってくれ、歌ってほしいっす。なんで歌わねえんだ歌ってなくはないけどね。いやいやいや、そうですよね。少ない、まあ、少ないね。いや歌ってない、歌ってないか歌ってない、リッチョとして歌ってないから、めっちゃ歌ってるからね。そうリッチョちゃんと歌ってるからね。いや、うん、そうか。いやもう歌唱のその辺、普通にクリーントーンもねケイスケさんやられるんですけど、受けてるなって思いますよね。意外とじゃあケイスケさんハイドさん、そうですね、ハイドさんなんだねって感じですね。いや面白いですね。写真面白いね。写真撮りたい俺も事務所の力でなんとかしてほしい。ありがとうございます。じゃあそしたら、じゃあリッチョ行こうか。俺、うん、わからんわからんわからん、リッチョは。あ、本当わからん、わからん、影響をつけたアーティストみたいな、なんかリッチョはリッチョだからわかんないかも。さっきの話はちょっと通じないかもしれないけど。あー、なるほど。好きな人が出ちゃうが、通じない。いろんな要素を感じるから。あー。うん、どれ？まあ、でもいろんな人好きなんだけど。やっぱそうなんだね。でもその中でも、うん、TM の西川さんがすごい。あー、はいはいはい、確かにな。もうビジュアルはもちろん、歌の歌唱力。やっぱね、ミドルがすごい。確かにね。パワフルでさ。そう、太いもんな。そう、めちゃくちゃ太い。太いもんな。そうなりたくて、めちゃくちゃ。練習して、なるほど、うんうんうん、こういう歌い方をしたい。でもピッチもこうバチバチ、確かに合ってくる、うんうん、こういうスタイルのボーカリストになりたいっていう感じで、そうなんだ、おりますね、ありますね。言われたらやっぱ感じる、言われたら感じますね。あ、ほんと、確かに口の開け方とか近いな。あー、でもそうかもしんない。全部あで歌うみたいな。あはい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 、あーって、あー、そう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 、全部ね、俺はカーンって、確かに、そうだって、うん、口の開き方とか結構大きく開く、そうだよね、方なんで、もうなんか長方形だよな、うん、でも口がね、やっぱこうブレブレになっちゃう人ってやっぱ音程も安定しないから、ね、そうだな、うん、口とかめちゃくちゃ研究して、うん、ああそう、うん、見て、喉開くもんね。そう、すごい開いてるから。そうなんだね、めちゃくちゃ好きですね。あ、そう、うん、確かにそういう意味ではね、声の張り感みたいなの結構似てる、似てますね。あ、本当、張り似てるかもしれない。嬉しいですね。うわこう、なんだろう、別に悪い意味じゃなくて、息も結構ちゃんと入ってるパターンというかさ、うん、別に漏らしてるって意味じゃなくて、うん、そうですよね。だからね、パワフルさが出ないんだよ。あーね、結構力強く、はい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 、まあ俺はね、生音聞いたら違うかもしれない、うん、だけど自分の中のイメージではそういうイメージだから、うん、それに近づけたいなっていう。そうだよね、
だし、多分そういうパターンのさ声の出し方ってさ結構やっぱ体使うじゃないですか。体めちゃくちゃ使うね。そうだよね、うん、でリッチョすごい体のことも研究してるじゃん。さっきもさカメラ外でさ、うん、重心がうんぬんっていうのを2人で気持ち悪い会話をさしてたんですよ。ケスケさんがね入ってる間にさしてたんですけど、そう入ってる間にそうしてたんですけども、どこに重心を置いたら歌ってる時にこう肩が上がらない、上がんないかとか呼吸がしやすいかとか、だからそれでね、西川さんとかって体もすごい鍛えてらっしゃるし、めちゃくちゃマッチョだね。マッチョですよね。めちゃくちゃマッチョね。だし、なんか整体とかもめっちゃ行ってるし。そうだよね。だからやっぱそこはやっぱ、やっぱそうなんじゃない、似てんじゃない、そういう意味では。あるし、わかんないけど、それご本人にお話伺ったことないからわかんないですけど、やっぱ張ってるっていうか、いい意味で、だから真似できてんじゃない。いや、それ嬉しいですね。聞こえがね、そうやって聞こえてるってことは。いや、聞こえてるね。パワフル、パワフルですよね。そうだよね、西川さんのここがなんかすげえなって。西川さんの、まあ、音程感がやっぱすごくて。なるほど、なるほど。あの太さってマジで出ない、出ないですね。分かる分かる分かる。あの質感なんだけど、質感の問題になるからちょっと細かい話になってるんだけど、なんかそのファルセットの量とミックスボイスにしても、そうね、その字の声の混ぜ方がすごい独特というか、西川さんはもう西川さんにしか出せないものみたいな。はいはいはい。例えばですけど、そのファルセットが3、字が7ぐらいのイメージなんですよ。ああ、わかる。字がめちゃくちゃ強い。わかる、わかる。わかるよ。めちゃくちゃ言いたいことはわかる。そうなんですよ。あんだけ字声が強いとさ、音程をさ、追えなくなるじゃないですか。取りづらそう。取りづらいんですけど、普通は。どこまででもなんか追従してくる、あの感じ、魚雷みたいで。どこにでも高いよ、みたいな。あの太さのまま行くじゃん。あれすげえんだよな。あれもすごいね。確かに。すごいよね。あとファーストテイク出てたんですよ最近。そう、ザ・ファーストテイク、すぐ見ました。俺もすぐ見たんですけど、一生喉落ちてた。すごい、本当にやばかった。ポジションが全く変わってないですよ。高い音出す時もずっと喉のポジションが一定なの。あとはビブラート。ああ、わかる。まあ西川さんといえば、確かに確かに。ビブラート波、わかる。波がもうすごいんですよ。あれ何だ。いや、すごいんですよ本当に。どうなってんだってな。そうですよね。なんかね、こう波がこう、なん太い、そう、早いし深い、深い、早い、全部100に振ってるよね、ステータス。本当にすごい。人間の限界みたいな人だよね。そうか、そうなりたいですね。じゃあそれ目がけて、目がけて頑張りたいですね。精進してますので。いや、そうですよ。応援よろしくお願いします。あはは、ジルカ、ジルカのジルちゃん、ありがとうございます。で、俺なんですけど、まあ、あのお二人が今おっしゃったハイドさんとか西川さんとか、まあ僕もまあ影響受けてるんですけど、僕はね、何を隠そうですね、ここのおい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 、俺はどうなんだ。いやいや、俺はあなたをすごい尊敬してる。別の動画で話そうと思ってたぐらい尊敬してるから、本当に。ああ、これ帰ろうかな。いや、帰るの時間かかる。まあまあ3時間ぐらいかかる。確かに。ここにいるケイスケさんね、リベンジのケイスケさんにめっちゃやっぱ影響受けてるんですよ。すごいごませるじゃん今日。どうしたの。恥ずかしい。本当なの。別の動画ですでに言ってるぐらい。そうですよ。東京帰ったら言わんくない。多分言わない。大阪仕様。大阪仕様で。大阪仕様で。なんもないっすよ。東京帰ったらリッチョだやっぱ。リッチョ。ああ、やば。くっそ。すごいな、そいつ。絶対友達になりたくない、そいつは。まあまあ、主にやっぱ僕デスボイスの専門家なんで。まあどっちかというと、まあ、お二人どっちかというとそのクリーンの話とかに近かったんですけども、まあ、僕はまあどっちかというとそのデスボイスの話になっちゃうんですけど、うん、めちゃくちゃやっぱ影響受けてて、そう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 、ルーインですよ、それこそ。あー、ルーイン、ルーインが出たての時に知ったんですよ。あ、じゃあ結構最初だよね。いや、もうクソ最初ですよ。一番初期ね。そう、一番初期に知って、やっぱみたいな。当時ってやっぱデスボイス出す人がそもそもまああんまいないですよ。そうね、確かに。なんか黎明期というか、いなかったじゃないですか。いなくて、なんかなんだろう、もちろん今第一線で活躍してる人も多いですけど、なんかなんだろうな、当時バカ上手い人ってやっぱあんまいなかったんですよね。突き抜けた人ってあんまいなかったんですけど、今ってめっちゃ上手い人いるじゃないですか、割といるじゃないですか、それなりに。当時はマジでいなくて、だからその時にクソうまかった人は今も残ってるみたいな感じ。もうほんと数ボーカルぐらいしか当時はすごい人がいなくて、もうそのうちの一人っていうか突き抜けてるパターンの人明らかにいて、やべえこの人って思って、そうそうっす。
俺もね、それぐらいの時に噂を聞きつけて、うん、聞きつけた聞きつけた。なんか西にはヤバいのがいい、西にはヤバいのがいる、西にはヤバいのがいい、西のデビルーフ、西のデビルーフって、いや、あれだって話題になったもんね、あれ。いや、やばいよ。やばかった、衝撃だったもんね。先輩から俺 CD もらったもんな。あ、そう、そう、デビルーフのね。そうなんだ。それでデビルーフ知って、うん、あ、そう、そう。ファンってこと？いや、俺は別にファンではない。ファンではない。ファンじゃねえよ。あー、まあまあ、かっけえな。あー、なるほど、なるほど。やるじゃん。もうやるじゃん。やるじゃん。いや、でもね、そうだよね。同じぐらいの、だから、その規模感でやってたわけですね。そうだね。当時ね。きっと。今こんな大きくなりましたけども、二人でバンドもね。いや、まあ、これからですからね。いや、そう思ったね。そっかそっか、さ、面白いね、その話ね。そっから入って、で、これ言っていいんですかね。これ、ケイスケさん、前別の動画で話したからいいと思うんですけど、ルーインの前に。あ、はいはいはい。ケイスケさんが普通に個人チャンネルみたいなのがあったんですよ。ケイスケさんがケイスケさんじゃないとき。ケイスケちゃん。そうそうそう。ケイスケさんじゃないとき。急にフランクになっちゃって。ケイスケさんじゃないとき。ケイスケベのときかな。いや、そう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 ですね。本当にそう。その時にヤバい人いいなってなってたんですけど、で、その後にルーインが出て、あ、一緒の人じゃんってなって、で、そこから入れ込んで、追ってって、今こうしてこう。つながりがあるのがすごい嬉しいんですけど。いやいや、それすごいっすね。いや、嬉しいっすよね。だって、ホイッスルとか、ケイスケさんからやっぱそれこそめっちゃ影響受けたし。え、マジで？そうっすよ。あの途中でねじ込むやつ。ねじ込むやつ。ああ、はいはいはい。ねじ込む、あれ名付け親だし。なんなんねじ込みのね。ねじ込みの名付け親だし、ニュアンスもめちゃくちゃ真似しましたし。確かに。で、もうなんか当時、カラオケでデビューフの曲歌って、なんかデビューフの。そう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 、ありがとうございます。嬉しいわ。そうなんです。いや、またサイン渡してないね。そういうこと。あ、確かに。そう、あ、あとで。ありがとうございます。いや、もう、普通にめっちゃファンだから。いいなぁ。っていうので、いろんな声出す人、すげえ人がいるなぁと思って、いろいろこう吸収して。俺も、魔法のこと知ってたからね。あ、そうか。まあ、これも前の YouTube で。それはね、あ、そうですよ。二人でラブラブすんのやろ。ごめん。東京帰ったらラブラブしよう。いつもみたいに。って感じなんですよ。まあ、とにかくすごい人なんで、音源ね、ぜひ皆さん聞いてほしいです。リッチョの、ジルカの音源もぜひ聞いてみてほしいです。ケイスケさんはあんまり、ハイド3秒は、クリーン以外の部分では感じないかもしれないけど、すごい声出してるんで、聞いてほしいし、リッチョのその、西川さんの感じとかね。パワフルね。パワフルな感じ。音源には絶対出てるんで、ぜひ聞いてほしいのと、僕はまあ、普段からいろいろやってますが、ケイスケさんが元なんだっていうので、聞いてほしいなと思いますね。って感じかな。で、せっかく3人揃ったんで、ちょっとこう、影響を受けたボーカリスト、プロがこう受けた、影響を受けたボーカリストっていうのを話して、参りましたので、ぜひ、今回の動画、良かったなと、面白かったなという方、ぜひ、グッドボタン、あと、チャンネル登録がまだお済みでない方は、この機会にぜひ、よろしく、お願いします。っていう感じで、そうでね。そうです !10 万もうちょいで10万頼む、みんな頼む !10 万 !10 万行きたいじゃん、ありがとうございました、バイバーイ。